僕の方はとりあえずですけど、まあ明日からちょっとまた忙しくなるんだよ。ニコチンいらっしゃい。明日からちょっと忙しくなって、とりあえず、私のまあ前の彼女、まあリカピーさんが今捕まっているわけですけど、とりあえず差し入れね、まあ行くのは遠いので、郵送で差し入れの品物をちょっとね、送ろうと思ってます。まあ、スウェットとかね、そういうものは送ろうかなと思ってる。とりあえずは、お金ちょうだいらっしゃい。まあ、そんなもんです。ミッキーいらっしゃい。てるてるもいらっしゃい、ね。なもんか。梅ならいらっしゃいね。まあ、落ち着いて、まあ、放送しますよ、これからは。初見正雄君いらっしゃい、ね。リカピー執行猶予中よ。執行猶予中。だから、今回実刑だね、確実に。まあ、お騒がせしてね、申し訳ございません、本当に。まあ、ちょっとね、自分自身見直してやっていきます。いいっすか。あ、パキはありがとね。火の鳥いらっしゃい。桃次郎もいらっしゃいね。何年くらう？まあ、普通で言ったら、執行猶予1年半持ってるから、3年か3年半じゃない？多分3年半じゃないかな。後期いらっしゃい、普通に。あんなていかありがとう。多分。ああ、ロケット並びありがとう。まあ、執行猶予、じゃあ仮釈放をもらって2年半ぐらい出てくるんじゃない？あ、くるぶしありがとう。梅七もありがとね。捕まったとか彼女ができたとか、お騒ぎの幅が広い。勇気いらっしゃい。あ、梅七もありがとう。下手打ちまくり？下手なんか打ってないし、別に。別に下手打ってない。逃走してるって聞いてたけど、逃走してないよ。まあそうだね。リカピは逃走してない、別に。まあ、今までね、放送を見てたリスナーさんたちね、本当申し訳ないね。初代キルいらっしゃい。まあ、本当しょうがない、もうね、申し訳ないなと思ってるけど。どうでもいいけど、アンチコメントとか、何のプラスにもならないから、マジで。プラスにならないんで。僕の放送なんか文句たりに来るんだったら、別に俺の放送見なくていいじゃん。だろ？見なきゃいいだけだよ。マジで。申し訳ないのは放送られないことを毎日やりゃ、まあね。まあやりますよ、これからは。今回余ったから次は通常で。まあな。まあ、俺が間違ったことしてんのはさ、みんなに言われなくて分かってることだから、もう今更言わなくてもいいでしょ。力士いらっしゃい。な、バカでも分かるでしょ、なの。だろ？そういうもう今叩いてもしょうがないでしょ。本当に。まあそんなもんです。まあ今回ね、いろいろなことやっていきますよ。いろんなこと。
よろしくいらっしゃい。まあ、あとは人と、他の配信者とあんまり絡まない。これからは。まあ、ちょっとね、絡むとね、またちょっと今年一年ね、もう出だしが最悪だから、出だし最悪なので、はい。あんまり絡まないにしてね。はい。いや、本当に。そうだね、心霊スポットね、ゲルチャリでな。うん。今日もさ、いらっしゃい。もう捕まってたよ、捕まってた、うん、楽しみにしてます、いろんな配信リリーぜひね、うん、ああメイウェザーいらっしゃい、うん、あ、関西ね、オフ会ね、うん、リカピー編終了、終了だよ、うん、終了、カズッチいらっしゃい、あ、アラレさんいらっしゃいね。カズッチもいらっしゃい。先日まで、今、ふわっちかそってんじゃん、全体的に。うん、今、ふわっちってかそってない、全体的に。なんかそう感じるんだけど。おすすめ欄見てもピンとしないしさ。うん、なんかかそってるなと思ってて。うん、お花畑のプロレスラーいらっしゃい。うんこ漏らしちゃったおじさんいらっしゃい。うん、あんだけリカピーリカピーって言ってて彼女できたって意味不明だよね。意味不明？意味不明ってさ、匿名さんね、匿名さんね、恋愛って付き合う付き合わないっていうのはお互いが好き者同士だから付き合えるわけでしょ。その中で俺らも気づいてきたものがあり、その中で信用信頼とかそういうものを裏切られたりとかすれば、だんだんと冷めてくる部分はあるんじゃないの、うん、普通に、まあ、僕がどれだけのことをやってきて、どれだけの裏切りとかそういうものを受けたかっていうのは多分、まあ、僕の放送を去年の9月ぐらいから見てる人がまあ分かってんじゃね、そんなことは。うん、と思うけどね、長い間見てる人は分かると思うけど、うん、あ、それ寒くてまだちょっと暖房つけようかなと思ってる。ツッチー7いらっしゃい、なね、まあいろいろなことがあったからね、この4ヶ月間、5ヶ月間ぐらい、うん、まあそんなもんじゃない、うん、裏切りあってもリカピーリカピー言ってた。だからそれを超えたからでしょ。お前ブロック入れるよ。ねえ、ララ。ブロック入れるよ。お前がララだって分かってんだから。アイテム投げながらやったって。気持ち悪い。理想だよ、理想。うん、理想だとは思うけど、うん、まあだんだんとだんだんとあれじゃない、気づいてくれなかったっていうだけじゃない、いろいろなことを、うん、お茶いらっしゃい、本当に彼女できてたら前の彼女に差し、前の女に差し入れできないんじゃない、なんでなんで彼女ができたら前の彼女に差し入れできない、別に彼女じゃないだけだって別に友人知人関係では変わらないでしょ、うん、今回の件で裏切るのは結賀らしくないよ、何を裏切ってんの、軌道を、逆に俺が裏切られてるだけなんだけど、エッグジャパンいらっしゃい。意味が分からねえんだけど。
俺が裏切られてんじゃん。